こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日はアカウント作成の5ステップ、ね。それがうまく5ステップまでいったら、あるいはね、4ステップまでいったら、あるいは最初のうちどうかというのをね、実際にカート取得の実例をもとに解説したいと思います。初めは何しろ、ライバルより安くしないとカートが取れない状態。そこから始まってね、ライバルと同じ状態ならほとんどカートが取れると。で、ライバルより高くてもほとんどカートが取れるというのが、目指すべき、状態です。で、こちらの、まあ、実例ね、見ますと、これ、カート取得してる、人は、出品者は36.68ドルでカート取得してると。ところが、それより安値の35.8ドル、あるいは36ドルの出品者は、カートが取得できてません。ね、同じ FBA を使ってのに、取得できてないと。これ、35.8ドルのセラーと36ドルのセラーは、カート取得しているセラーより安いにかかわらず、カートが取得できていません。あなたが、ね、36.68ドルのカートを取っているセラーだった場合は、アカウントの育て方と商品補充がうまくできています。一方、あなたが35.8ドルのセラー、または36ドルのセラーだった場合は、アカウントの育て方、あるいは商品補充の方法に改善が必要です。で、もう一個の例ね。もう一個の例っていうか、これちょっと付け足しの説明があるんですけど、23.39ドルのセラーがカートを取っています。しかし、22.6ドルのセラーは安値にもかかわらずカートを取得できていません。しかも、このセラーさんね、63レーティングと。これ評価63もらうってことは、まあ、結構な取引件数をもうすでにしてると。少なく見積もって、1200件。多く見積もるとね、もしかしたら5000件以上の取引をもうすでにしています。しかも100%ポジティブ、フィードバックをもらってるにもかかわらず、ライバルより安値なのにカートが取れてないと。これはもうアカウントの育て方と商品補充に根本的な間違いがあります。こうはならないように。まず自分のアカウントがね、どういう状態かは、どれぐらいの差でね、カートが取れてるかによってわかります。で、これもしね、同じ価格だとほとんどカート取得で負けてると、いう場合は、ある程度ね、取引してるのにそういう状態だったら、これ根本的な何かが間違えてますんで、ご相談ください。その状態だとね、何しろ、相手より安くしないとね、カートが取れないってことは、儲かると思った商品もね、安くしないといけないと。安くすると相手もね、カートを取るのを落としていくと。どんどん、値段は下がっていって、しかも売れない。いう状態だと非常に儲けにくいです。半年後には少なくともね、相手と同じ値段ならカートが取れる。あるいはね、取れたり取れなかったりと。いう状態まで持っていくのが、私のサポートの、個別サポートの場合の目標なんでね、それに届いてない会員さんはね、何か間違いがある可能性が多いんで、まめにご報告、ご相談ください。カートの状態が良くなれば、同じ商品を売っても儲かると。カートの状態悪い時には、同じ商品を売っても儲けにくいというのがね、Amazon 輸出の特徴なんで、カートがいくらで取れてるか。これはね、まめにチェックして、カートを安くしないと取れないとなという場合はね、もう一度、私のカート取得に関するね、動画を見るなり、相談するなりして改善してください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。